じゃあよろしくお願いします。ロブは、まあ、皆さんよく使いますよね。だからそんなに難しいことじゃないと思うんですけど、まあ、戦略的に使えてるかどうか、戦略的というか戦術的っていうのかな、使えてるかどうかっていうのが大事なので、まあ、そういう練習をちょっとしていきますけど、向こう側が眼光陣でこっち側が平行陣、これでいきます。で、まあ、ロブを上げる人っていうのはこの人ですけど、この人が、まあ、ストレートロブ、ちょっと今日はストレートロブ限定で、やっていきますけど、今からちょっと2種類ロブを使い分けてもらいたいんですけど、1つ目っていうのは完全にこう抜きに行くロブ、抜いて、この人は取れない場所に落として、まあ、チェンジなり陣形を崩させるっていうロブ、もしくはこの人が追いかけて取るようなロブで、2つ目、2種類目というのは、この人がギリギリ触って取れるぐらいの、この人が苦しみながら取るぐらいのロブが2種類目です。で、この2種類を今日はやっていきます。まあ、1種類目に関しては、まあ、これは分かりやすいと思います。よく使うと思うんですけど、とにかく相手の後ろに落とす、相手の後ろに落とす、で触られない高さに上げるということが大事です。で、さっき前に出るためにロブを打つっていうふうにありましたけど、まさにその通りで、この人が触らないで、例えばお願いをしたとか、この人は下がってワンバウンドで取るって状況になった、このボールがバウンドするなっていうのを見た瞬間にもうすぐ前に詰めておくっていうことをすれば、前に詰めることはできる。まあ、ロブをきっかけに前に詰めたいんだったら、ロブを打ってこの人が触らないで落とした、もしくは落としそうだってなった瞬間に、この人はなるべくダッシュで前に入ってネットプレーを取る。まあ、ここまでできれば、あとはこの形で勝負、まあ、もしくはこうなって、勝負するかもしれないし、こうなって勝負するかもしれないですけど、とにかく自分たちが平行陣を取るためのロブっていう考え方。基本的にはテニスって2手先までは絶対に計画はしといた方がいいんです。3手先は多分無理です。予定通りいかないです。で、2手先ってどういうことかっていうと、1落ちて前詰めて次はボレーしよう、これが2手目。だからこれを打って前詰めてボレーしようっていうところまでは計画を持った上でロブを打つ。単体で考えないことですね。ロブ単体で考えるんじゃなくて、ロブを打って抜けたから前に出るってつもりで打って前に行くっていうことがすごく大事です。抜けたら前、抜けない場合、取られてしまったら詰めない方がいいです。あんまり断定するのは好きじゃないんですけど、詰めないで今日はやってください。あ、取られた、じゃあ詰めない、こういうところにいる、これは絶対ダメです。抜けたらここ、抜けなかった、取られたらここ、これはちょっとはっきり判断をする練習としてやってみましょう。実際別にこうやって厳しい状況になって、あ、相手が無理して取ってるな、その隙に前、これ別にいいですけど、今日はあえて後ろにいてください。この判断ができてるかっていうチェックでもあります。なので、まずこの2種類あるうちの最初の1種類目の練習を最初はやっていきましょう。いきます。ロブ、そうそう、ナイス、おお、ナイス、ナイスカバー。はい、ロブ、お願いします。 OK、 よいしょ、本当は前ね。そうですね、本当は前ですね。はい、お願いします。あ、遅い遅い。 OK、 そうそう、前にいれば今のスマッシュでいけますからね。はい、お、よいしょ。その後センター、ほぼセンター。
センターからはセンター。お願いします。 OK よいしょ。 OK 次狙いはいいな。狙いはいい、狙いはいい。よいしょ。もっと下がる、下がる、はい、うん、下がれば落ちてくるんで、落ちてくる場所に移動すれば落ち着いて取れるはず。はい、はい、ナイスキャップ。アウトかな、惜しい、惜しい。でも ああいう返し方でいいです。ゆるく深く返せばいいです。はい、お願いします。はい、 OK。君さん前、そうだね、こっちこっち、相手がこっちの眼光を取ってる場合はこういう陣形ね。だからこのロブ打った後の陣形なんですね。立ち位置の練習だ、ショットの練習ではないんで、ロブ打った後にこっちの陣形が、例えばじゃあカメラさんチェンジしてもらっていいですか。こうなりましたってなったら、まあ、君さん前ですよね。じゃあちょっと前に実際に来てください。で、僕がこう打つときにはこうなってればいいんですよ。ひみさんが前、この状態ならいいんですよ。そう。で、この状態だったら僕は、あ、センターが空いてないって思うから、陣形的には強いんです。で、まあ仮にロブが来たとしても、スマッシュ2人とも打てる状況なので、まあ前にいるからプレッシャーかかりますし、まあ変なロブになるかもしれないし。とにかく打った後に、その陣形をいち早く取れるかどうか、それが大事です。そうそうそう、迷わないでね、入っていったら取る、全部。あ、これうまいな。あ、迷ったらダメですよ。決めるスポーツですよ、テニスは。やることを決めるスポーツね。 OK、 お願い。ナイス、これうまいな。おー、ナイスローブ、ナイスローブ。 OKOK、 ラスト。おー、ナイス。次、よいしょ。あー、浮いた、ナイスショー。オッケーオッケー、今落ち着いてましたね。オッケー、じゃあ交代しましょう。やっぱロブの処理ですよね。このなんか動いてって上で取りがちなんですけど、落ちてくるんで、落ちてくる場所まで行かないとダメです。フットワークの、フットワークがちゃんとボールが落ちてくる場所まで行ってれば多分楽に返せるけど、ここでわーって、これはちょっと取りづらい。はい、はい、じゃあ行きます。ロブ、あ、すいません。はい、ナイスキャップ。おー、これもこれでいい。今みたいにちょっとまあ例外的にですけど、ダイレクトにカットされても前に詰めるの早ければそれはそれで OK です。あー、これ痛い、痛いですか。腕は大丈夫、あ、大丈夫、もうちょっと前。はい、オッケー、よいしょ。声かけないとダメですよ、どっちが取るか。でも大丈夫なんですか。大丈夫、多分それも、それもあるからセンターは取んない方がいいんじゃないですか。はい、できるだけクロスに、うん、だから狙ってますからね。こう真ん中に浮いたのを返しちゃうと絶対やられます。
入ってるよ。お願い。迷いすぎ迷いすぎ、迷うことないですからね。はい、よしか。あららららそう、もう捕まってますから、捕まんない高さにこう打っていかないと。はい、ローブしっかり。はい、さあ頑張って、ローブしっかり。こっちでいいです。まあ単純に言うと、こっちに打つだけでポイント取れるんだったらいいんです。もうそれだけでいいです。ロブしっかりね、ロブ抜かないと。はい、お、やべ、邪魔した。すいません、完全邪魔した。すいません、もうちょい前で。はい、あー、はい、お願い。おっとよいしょ。おお、あ、仮にいっちゃいました。すいません、ボール。おお、よいしょ。そうね、遠い方に打った方がいいですね。近い人に打つとすぐやられちゃう。ラスト、はい、あー、オッケー、オッケー。前行くしかないですよ。でもあれは前行かないとネットあるし取れないですから。オッケー、まあロブがちょっと抜けなかったですね。全部取られちゃう。だからもっとだから厳しいロブが必要だし、ロブに工夫が必要になってくるんですよ。だから抜きに行きたくても自分のやりたいことやらせてくれない相手ってわけじゃないですか。それだったらもっと厳しいロブを打つ必要があるんですよ、一応今のテーマの中の話でいくと。だから基本的には高さのあるロブで、時間があって迷うようなロブをまず上げる。でもう一つは深く打つっていうこと。で、そうだな、そのロブの上げ方に関しては、そのコートの真ん中は常にネットですよね。ネットを頂点としたボールを打てれば必ず入りますよね。その辺はもう気づいてますかね。多分なんか言ったことはある気がします。どうでしょう、絶対にコートのそっちとこっちで重力が違うなんてことはないですよね。風も吹いてないです。だから今日考えられることは、とにかくネットの上に頂点がある、頂点を持っていくようなボール打ってばコートの向こう側で落ちるので、基本的にはそういうロブを上げればいいです。そう、コートの手前側に頂点持っていくと当然浅くなっちゃう。コートの向こう側に持ってきすぎるともちろん落ちなくてアウトするんで、だからネットの上、ネットの上空にしっかり的を置いて、でそこを狙っていって、その頂点から先を落ちるようにすれば絶対ロブはベースライン付近に落ちるんですよ。絶対、これ絶対なんです。風吹いてないし絶対なんです。で、まあ、回転によるものはあるかもしれないですけど、基本的にはそんなに影響はないものと考えたら、ネット頂点とすれば基本的には落ちるので、まあ、まずそういうロブをまず打てるように目指していくっていうのがまず大事ですね。インドアだったら天井のあのナイターとか、あの柱とか、あのなんか汚れとか、あの辺を頂点にすれば上空の的っていうのはイメージしやすいんですけど、こういう何もないところこそ、こう空間認識能力っていうんですかね、こうこの辺りっていうのを認知してるのとしてないと全然違うので、ロブって言って相手のコートを見て平面的にあそこが空いてる、バーンってやると低いロブになって逆に取られちゃうんです。だったらもっとかわすような形と深さもちゃんと作れるようなロブを
打つ技術っていうのも、まあ、このテーマの中では、ものすごく大事です。前に、そうですね、相手に触られずにワンバウンドさせてその隙に前に出たいっていうのが一応今のテーマなので、そうしたいんであればこういうふわっとしたロブがまず打てるかどうか、まあ、身長高いんで手強いですけど、でもそういう人がいないわけではないですよね。こういう人はいないですけど、まだいると思うまああとはその1球目に打つっていうのが読まれてる、分かってるっていう打ち合わせ済みっていうのはあるかもしれないんで、そこは難しいですけど、じゃあちょっと逆サイドでやっていきましょうか。で